プーケットはもうバイバイ。バイバイ。バイバイ。暑い、まあ、今日めっちゃ楽しかったね。プーケット。やばいね。うん、いろんなこと言って、いろんな人で会って、めっちゃ楽しかった。で、今日は最後で、これからバンコクに向かいます。行っちゃいます。プーケットからバンコクまでは12時間。ちょうどいい。寝るタイミング。OK。レッツゴー。はい、ということでタイのプーケットの話も終わったけど、本当にここから始まった。ここでバスを降ろされて、うちら何も本当にプランなくて、どこに行くか、とりあえずプーケットしか決まってなくて何も知らなくて、でベロがいきなり言い始めたのは、ピンクのバスに乗りたい。これなんでピンク可愛いからこのバスに乗りたい。でどこ行くの知らない、でもこれに乗りたい。いやディズニーランドの乗り物じゃないんだよって思ったけど、でも何もプランなかったから、ここに乗ったらここに乗って、たまたま祝わせたりいた人どこになんか一緒に住まわせてもらって、1週間一緒に住んで大学とか中学とか高校とか小学校とか幼稚園とかいろいろ回って絵を描くことができた。だからベロがここでピンク乗ろうぜって言ったことが全ての始まりで、ここでバイバイして、すごいね、こんなこともあるんですね。いろんな人に感謝です。出会いとかに感謝です。ベロちゃんに今日プラン考えさせてんだけど、ベロちゃんのプランではバンコクの中だけで移動すると思ってたけど、ベロちゃんにサプライズしたいと思います。タイとかフィリピンとかカンボジアとか行ったんだけど、ずっと行ってるのがゾウが見たい。でずっとゾウからさ、ゆめきちゃん、それはこの日のため。でベロどこに行くのさ、多分バンコクの市内に行くって言うんだけど、違うだろ、今から行くとこはアユタヤだ、アユタヤでゾウ見に行くんだろうっていうのをやった時の反応を見て、一緒にゾウ見に行っちゃいたい。 OK Let's do it。 バンコクに着きました。イエーイ、来たね。来たね。これからね、カオサン通りっていう道があって、ああマーケットとかあって、 あとは見るスポットがいっぱいあるんだって。ああ、そこにちょっと行ってみたいです。じゃないでしょ。え、じゃないでしょ。どこ行きたい。どこ行きたい。カオサン通りにいいの。カオサン通りにタイあと2日しかないよ。うん、いいの。もうすぐ日本に帰りますね。ねえ、ということで今からアユタヤのアユタヤ、え、アユタヤ知らない。あれ、そういるとこに行きたいと思います。ずっとなんかカオサン通りしか行けないと思ったじゃん、時間ないから。うん、時間もない。時間作った。アユタヤのゾウ、そうそう、見に。え、時間がない。行きます。行きたい。行きたい。じゃあゾウに見に行きたい、アユタヤに行きたい歌をどうぞ。え、アユタヤ、アユタヤ、アユタヤ、ゾウ見に行きますか。本当かどうかわかりませんよ、いつも冗談ばっかだから。アユタヤ、アユタヤ、アユタヤ。OK? OK! OK! Let's go! 好きだ。そう考えてるからね。みんな冗談と思うじゃん。冗談じゃないから、本当に持って帰られてると思うから。うん、うんじゃねえよ。50バーツで餌だいたい200円。あ、違う、150円で。150円で餌3かな。食べ方やば、見た。ポン、お、2個。ということで、ありがとう。来たね、ゾウね、見れたね。なんかゾウってさ、もっとでかいと思ったけどさ、ちっちゃくてよかった。なんか目が、目あった。目
やった。ということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。いい、ありがとう。いいサプライズだった。いいサプライズだった。よし、ここで今から納豆ご飯食べ行こっか。食べない食べない。 OK、 あっちで食べに行きます。